はい、CX60 グレード別の紹介の5つ目となるモデルなんですが、はい、え最後は、ね、あのプレミアムスポーツ、はい、フラッグシップの中でプレミアムモダンとプレミアムスポーツの2種類があるんですよ。はいうん、全く同じ値段でパワートレインは3.3リターのプラグインハイブリッドの両方が用意されて、えー、4WD になるのも全く同じ2つのトリム、はいはい、でそのうちの,このスポーティーな仕様がプレミアムスポーツなんですが、はい、全体的に見てどうですか松田って感じ パワ,ーパワーマッチョな感じですかそんなにマッチョとは思わないけどやっぱりちょっとこのブラックのアクセントでいく感じっていうのはね、うん、近年のマツダのスポーツらしい直球の感じがエクステリアからするんですよ、はい、でもねまあでもちゃんとプレミアム感というものはいっぱい出ててやっぱりこのね、まあ、ブラックスモーク調のこの、ね、グリルから。 このライトに向けてまあ全部基本的に黒でトーンが落とされてますよねこのために作られているわけですよね,ねそ,そこもブラックになってるとそう、はい、まあこの全部黒の部分もちゃんと光沢があるじゃないですか、はい、だからすごいその辺にプレミアムがあるしマツダらしいスポーティーさなこの車特にねソウルレッドだからもう、はい ド直球感はあるでしょ引き立つと、まあ、スリークでスポーティーで、はい、まあそういう感じですね,う,ですねうん、そういう感じが出てて松田ファンがまずやっぱり目を向けるのはここかもな、はい、みたいなことはちょっと思いますねでもね一方でいい意味でね期待を裏切るいい意味でですよねそれはこのインテリアだと思うんでちょっと見てみたいと思いますはい乗り込んでみましょうはい実はこうしてスポーツなんだけど例えば 黒に赤ステッチとかではない。世界観が表現されているのが、このプレミアムスポーツなんですよね、えー、見ての通り、タンを、えー、大胆に使ったものになっています。で、例えばえー、まシートね。ステアリングホイールはこのブラックとのまツートーンというかね。切り返しがここにありますよね。で、さらに言うとね。ここですよね。あのドアのトリムからダッシュボード。ここには。 素材レガーヌと書いてありましたねこの素材が使われているすごくねスポーティーだなとあのベタなその黒赤ステッチとは違うスポーティーさで、まあ、最初はねタンってでもラグジュアリーな感じしないとか思ってたんですけどこれ言葉を選ばず言いますけどフェラーリのインテリアかと <laughs> ちょっと思ったんですよね <laughs> なるほどそうで確かにタンというかこういう色ねブラウンの色を使ってて特にこの車はボディ赤だから、はい このタンとブラックの組み合わせっていうのは確かにスポーティー要素あるんだよなと生で見て僕も思いました、はい、でタンが引き立ってるのはねブラックをこういろんなところにちゃんと使ってなんと締めてるからですよねだからね僕はかなり気に入ったんですけど。 これはまあだからあのプレミアムモダンとスポーツ両方、えー、用意されたということで、はい、選ばれているというか <laughs> 試,さ <laughs>、はい、試されているそうあなたはどっちと言われている感じですね。はい、そうですね非常に方向性が、ね、逆というか、はいまあ、違う方向を向いている、まあ、実はラインナップねここまで、えー、見てきましたけど、ね、プラグインハイブリッドのモデルだけ今日見てないけど、まあえー、といわゆるトリムは、ね、見てきましたよね。えー、思うのは 全部ねこうヒエラルキーがきれいに上下じゃなくてこう開いてるていんですよね、はい、まあ一番エントリーの S パッケージがあってで L エクスクルーシブモードってあるんですけどまあ、その辺までまあなんとなく来てるんですけど、はい、でもその後は確実にこう開いてるじゃないですかだからこう上乗せじゃなくて全部が実はこうこうやってちりばめられてる感じがする。 この車上手いなと思ったんですよね。コンセプト作りがしっかりしてるから単にいいものを作った後にどうようなデザインにするじゃなくて最初からどんな車にしてどんなお客さんに届けよう、ね、そのためにはどんなトリムがあったらいいよねみたいなことがなんかコンセプトの中にすごい練り込まれていただからこそここは付け替え可能っていうかねいろんなものに置き換えられるようなこのダッシュの、ね、トリムがあったりするんだろうなと思ったんですよね。ラジジプロジェクト発表から、うん 発売に至るまでにすごい時間がたったというかかかったのは事実じゃないですかでもその間にこんなふうにいろいろ考えられていてだからパワートレインシャシー、サスペンション内装すべてオールニューでやってきてもこれだけ一気にやってくれるんだなっていうのがありますよね。という CX6 まあ一通り見てきましたけど嶋下さんが何か最後に言いたいことがあると。おもむろに出てきたのはこれピストンのカットモデルなんですけどね。 実は本当に前回走りをね、まあ、プロトタイプで峰試験場でね、はい、僕の大好きな峰サーキットだった峰試験場で試しました、はい、で本当に驚いた、ね、完成度に驚いたし意味というところに驚いたなとで今回はその、まあ、性的なものなんでグレード展開とか装備とか、はい、内外装のね何よりデザインクオリティ確かめられると思ってきたら 実はねその時に言ってなかった話、本当にいっぱいあるまあね、うん、途中でスピーカーの足とかシートの足とか、ねはいろいろねグレードごとに織り込んできましたけど、まあ、最後にこれねまあせっかくの、えー、ディーゼルマイルドハイブリッドなんで紹介したことこれねあの二段エッグ燃焼室って言ってたじゃないですか、はい、これ二段エッグわかりますよね,こ,こ,ね、うん、これだからディーゼルなんだけどディーゼルって燃料をいたら勝手に燃えるわけですよね、はい、あのプラグで点火しなくても、はい、だけどこれはこの二段エッグを使うことでこの え噴射した燃料がちょっとここで分かれると、はい、分かれて空気とうまく混ざってる間に次のが来て燃えるみたいな予混合ていうんですかねよく混ざる燃焼できるっていうものなんですけど、はい、まあそれについては、ね、お話ししたんですけどって、はい、いうことなんですよって見せられたピストンを見て、はい、あれ鉄じゃんって、はい、今までスチールピストンじゃなくてアルミピストン、ね、だったんですよねマツダのスカイアクティブ D ってね今回なぜスチールになったかというとスチールの方が熱膨張率が 低いというんですかね、はい、だからフリクションが少ないというと、うん、あったまった状態と冷えた状態がそんなにアルミに比べると変わらない、はい、だからギリギリまでク,クリアランスを詰めるというかいい状態に構えてる、はい、そうすると4気筒が6気筒になってもフリクションが増えない、はい、っていうんですよでもちろんブロックはアルミでスチールのスチールとアルミの、ね、中間みたいなライナーが入ってくるんですね、はい、そこで膨張率をまあコントロールしてるって言うんですけど、はい だから本当にこのディーゼルエンジン1つとっても単に排気量が増えたんじゃない単に新しい燃焼じゃないそれを生かすためのいろんな工夫がこもってる車なんだなっていうのでちょっとこれでまた見つけたんであのディーゼル買おうと思っている方のまあなんかこう自慢話というか自分の後押しをする話にこれ使ってもらえればいいかなと思ってちょっと持ってきましたとにかくね全身話すところというか見どころがいっぱいある車ですよね、はい。 まあ今回、グレード紹介ということで5グレード紹介してきましたけど、はい、まだまだ、えー、話すことがいっぱいあるので,で、ね、ちょっとき、えー、もう取材の時間がタイムオーバーなので <laughs> まあこれとは別に CX6 のテク新テクノロジーについてしっかり解説したビデオと、はい、でさらにはそのグレード選びそれから、えー、競合と含めてどうやって車選びをしていけばいいのかそ,、ね、それ別に CX6 して横にるだけのビデオじゃないそうです、ね、こういう人はアウトランダー買えばいいんじゃないこういう人はハリア買えばいいんじゃない。ももももしかしかかたたらももあるかもみたいな、ね はい、皆さん、X3 だってあ,あるでしょう、ね、GLC、はい、GLB、もう本当にライバル多い中で、この車、どこにあるっていうのを、ね、はい、多分皆さんも知りたいですよね。でそれで価格表とかで見比べて、装備で見比べていくといろいろいことが見えてくるんじゃないかなと思いますので、はい、そういうビデオも作ってますので、ぜひお楽しみください。はい、まずは速報でした